夢見てるから儚くて、探すから見つからなくて。なんだ？埋蔵金探しの歌か？あらマリサ、今日も埋蔵金伝説特別編かしら？話が早くて助かるが唐突すぎないか？まあいいか。今日は兵庫県の埋蔵金伝説を見ていこうと思う。兵庫県って、太閤秀吉の埋蔵金伝説のイメージが強すぎるわよね。海猫のコタハチもなんだかんだ面白いし。あれ？もしかして兵庫県って埋蔵金伝説多い？そうなんだ。以前秀吉の埋蔵金探索に人生を賭して挑んだ。鈴木森理事さんについて話をしたことがあっただろう？鈴木さんは多田銀山の埋蔵金伝説に関わる傍ら、他の伝説についても調べていたようなんだ。それは主に兵庫県内の伝説なんだが、せっかく記してくれてあるのに紹介しないのももったいないと思ってな。なるほど。県土も広いし数がありそうね。そうなんだが、今回も短く3つの伝説に絞ってみた。久しぶりにあの人も登場するし、気軽に楽しんでもらえると嬉しいぜ。さて、注意事項はいつも通りだぜ。現在に残る埋蔵金伝説のほとんどは、一部先達たちの聞き取り文献調査を元にしている。その結果を疑うわけではないが、裏取りをすることが難しく、解説に曖昧なところが出てしまうことを理解しておいてくれ。それじゃあ怪しくも怪しい埋蔵金伝説の世界へ。レッツゴー。怪しくも怪しい？最初に紹介するのは青葉城の埋蔵金だ。舞台は兵庫県豊岡市旧竹野町エリア。豊岡市といえば、やっぱり城崎温泉だな。関西を代表する温泉の一つであり、奇岩で知られる玄武洞は景観にも優れる。また出身有名人として東京ヤクルトスワローズの山田哲人選手も豊岡市出身だ。前から思ってたんだけど出身有名人にスワローズの選手多すぎない？投稿主が野球好きだから現役野球選手の名前をよく出しているというのはあるが、本当になんでだろうな。ただの偶然なのか。一応タイガースやオリックスで活躍した能見さんも出身なんだが今はコーチだしな。能見さんって本当に男前よね。元日ハムのダルビッシュ投手もかっこいいし。でもやっぱり一番は中日祖父江投手かしら？全員認めるは認めるが、総じて趣味が渋いぜ。さて JR 竹野駅から南に下っていったところに轟というエリアがある。ここには昔青葉城というお城があった。別名は轟城だ。今はこっちで呼ばれることの方が多いようだな。この城は標高150メートルほどの山にあり、城主は室町から5代続いていた柿屋氏。この一族は記録に怪しいところが多く、その実際にはわからないことが多い。まあ日本史の表舞台に出てこない一族っていうのは大抵そんなものだが、記録も少ないものね。さて柿屋氏の5代目だったとされる柿屋駿河の神豊継は、1580年に信長配下にあった橋場秀吉軍と四条水農場で戦い敗れる。水農場は旧日高町エリアだからそこそこ離れているな。この戦いによって一族が滅びたわけではないんだが、主君の留守にしていた青葉城では秀吉軍の宮部慶順が攻めてくるという噂が流れた。そのため留守を守っていた武士らは城内の財宝を埋めて隠し、女子供を連れて逃げ出してしまった。本当に攻めてきたのか私は知らないんだが、伝説によると城から逃げた面々は、時を同じくして起こった一揆勢によって下塚村で殺されてしまったという。うわぁ、災難だわ。留守を守っていた武士は数も少なかったようだしな。近隣の村には朝日長者を思わせる言い伝えが残っていて、朝日夕日、七日刺す、お名高森の下に黄金の鶏を埋める。節分の夜、根の刻に、この鳥は一声鳴くという。節分の夜、根の刻か。具体的ね。金景が鳴くパターンの言い伝えは数多いが、節分は珍しい気がするな。正月は何度か見たことがあるが、しかしずっと埋蔵金伝説を追いかけていると一般的な感覚が鈍ってくるが、黄金の鳥が鳴くという時点で荒唐無稽だ。また言い伝えにあるお名高森もどこのことかさっぱりだ。少々強引だが、黄金の鳥は後世の後付けということにして、このお名高森を見つけることが探索の第一歩だろうな。なおこの金景の伝説には別解があって、青葉城のあった竹野町轟では昔金銀採掘が行われていたらしく、この伝説は財宝を隠した場所ではなく、豊かな鉱脈を持つ鉱山を示すものではないかとも言われている。実際鈴木森次さんも黄金の鶏や生地伝説は、全国の鉱山地帯で必ず耳にすると書いている。そうなのねー。別に反論というわけではないし、全国1億人の埋蔵金伝説ビリーバーたちに肩入れするわけでもないが、そもそも金景伝説自体の数が多すぎるから、鉱山地帯で必ず耳にするように見えるだけという話にも思えるな。そんなにビリーバーいないでしょ。なお鈴木さんは兵庫県川西市にも似た伝説があることに触れつつ、鉱山説に一票入れている。以上、青葉城の埋蔵金の紹介だったぜ。
次に紹介するのは阿保親王の埋蔵金だ。舞台は兵庫県芦屋市。芦屋市、そりゃ埋蔵金はあるでしょうね。まあその場合の埋蔵金は土の中には眠っていそうにないがな。芦屋市は神戸市と西宮市に挟まれて存在する面積の小さな自治体だ。六麓荘町をはじめとした町のつく高級住宅街があり、ここに住んでいるということ自体が結構なステータスとされている。まあご縁がなさすぎて解説している私もピンときていないが、埋蔵金を掘り当てて芦屋市に住みましょう。動機が不純すぎるぜ。さて、芦屋市には阿保親王にまつわる遺跡がいくつかある。阿保親王は51代天皇である平城天皇の王子であり、在原の成平の父親だとされている。芦屋市には阿保親王の墓が存在しているが、このお墓ができたのは4世紀頃。阿保親王は8世紀末に生まれているから、どうもご本人のお墓ではなさそうだ。あんまり触れちゃいけなさそうな話ね。また芦屋市には金津山古墳という墳墓もあって、こちらも阿保親王にまつわる言い伝えが残っている。金津山古墳、別名小金塚古墳とも言うぜ。言い伝えによれば、芦屋市の内での辺りには昔阿保親王の御殿があったという。阿保親王は村人たちのことを深く愛しており、万一内での里が飢饉に陥ることがあった場合に備え、この塚に財宝を埋めたという。この言い伝えは芦屋の生活文化史という本に載っているんだが、元64年、西暦で1701年に記された本説用軍団によれば、江戸時代、内での人々はすでに朝日差す、入り日輝くこの下に、金千枚、瓦万枚と歌っていたという。朝日長者の歌ってそんなに昔からあるの？ああ、私もちょっと驚いたな。ただご存知の通り、朝日長者伝説は全国津々浦々に存在していて類例が多い。そんなに昔から朝日長者の歌が歌われていたことは気になるが、やっぱり信憑性は低いと言わざるを得ないな。しかし内での里という名前からわかる通り、芦屋市は内での小槌伝説発祥の地と言われている。あ、確かに名前が似ているわ。実際芦屋市には内出小槌町という地名もある。なおこの伝説についても鈴木さんは鉱山開発との関係を記している。それはどういうこと？内出の小槌は一振りでその人の願い事を叶えてくれる。例えばこの願い事が美味しいものが食べたいならば、実際に小槌を一振りするだけでその食べ物が出てくるわけだ。現在の兵庫県にあたるエリアには鉱山もたくさんあっただろうし、この伝説は財宝を隠した場所ではなく、ある鉱山の手がかりを示しているのではないかという。ああ、まあ実際にありそうなのよね。そして言うまでもないが、金津山古墳は歴史とした歴史遺産だ。許可なく掘るようなことはやめてくれよ。そもそも許可なんて降りるのかしら。以上、阿保親王の埋蔵金の紹介だったぜ。今日最後に紹介するのは生野銀山の埋蔵金だ。舞台は兵庫県朝来市旧生野町エリアだ。朝来市といえば日本のマチュピチュ。ああ、武田城跡のことだな。白井大町富士公園もある下島牛グルメが食べられる街でもある。普通に観光に行きたくなるよな。また埼玉西武ライオンズの松本渡る投手も朝来市出身よね。さて今回紹介する埋蔵金伝説地の生野銀山は朝来市の南部にある。生野銀山は稲川町の多田銀銅山同様昔から銀山として採掘がなされており、田島の国の守護大名だった山梨家豊が本格的に取り掛かったほか、秀吉や家康の支配下となった後もその財政を潤し続けてきた。これだけ聞いていると多田銀銅山に似ているわよね。大枠で見るとな。まあ同じ兵庫県内というのもあるだろうが、多田銀銅山といえば日本三大埋蔵金の一つ、太閤秀吉の埋蔵金伝説地。これまでうちのチャンネルでは武田信玄の埋蔵金伝説と並んで、この秀吉の埋蔵金伝説を繰り返し紹介してきた。調べてみると信玄の埋蔵金伝説の数々に私も驚いたが、秀吉も全く負けてはおらず、愛知や神奈川、いろいろな場所に伝説が伝わっている。ただやはり一番多いのは兵庫県だろうな。今回紹介する生野銀山の伝説もやはり秀吉絡みなんだ。へえ、このところ武田信玄の伝説が多かったから久しぶりね。ところで霊夢は旗の三郎を見つけるという人物を覚えているか？あれよね。三重県や大阪府の旧家から発見された書物に記された。秀吉の密使を受けて動いていたという人物よね。そう、厳密には本人が書いたとされる旗の三郎を見つける遺書なんかだな。旗の見つけるは秀吉の埋蔵金を埋める極秘任務を受けて動いていた。彼は三田市の駒宇佐八幡宮を守ってきた竹内という一族の出だ。しかし秀吉に召し抱えられてからは旗野の姓を名乗った。彼は大阪の陣で戦死してしまい、その埋蔵の経緯を記したのが、彼の息子である和田次郎三つ森だ。とまあよくできた話ではあるな。冷めてるわねー。ネックはこの旗野三郎三つ照や和田次郎三つ森の名が登場する書物がこれら以外になく、その存在に疑義が呈されていることだ。秀吉一派がうまく隠し通したからといえばその通りなのかもしれないが、普
通に考えたらこれらの書物が偽書だからだろうな。実際これらの埋蔵金伝説が有名になったのは戦後のこと。旗野三郎光輝の遺書には昭和期以降に使われるようになった言葉が用いられていたり、記された紙も比較的最近のものと言われている。じゃあもう偽書確定じゃないのよ。私もそう思うんだが、それを言ってしまうと埋蔵金シリーズ動画が成り立たない。まあ詳しくは太閤秀吉の埋蔵金伝説を見てもらうといいが、一応ビリーバー向けにここでも用語論を話しておこう。まず昭和期に話題となったとされるこの一連の書物だが、昭和期に多量の偽物が出回ったことが知られている。ああそうか、戦前にも埋蔵金ブームがあったものね。そこに秀吉の埋蔵金伝説の書物なんて登場したらボロ儲けできる。複写物がたくさん出回ったのも納得だな。ちなみにややこしい話、これらの複写物は巧妙に内容が変えられているらしい。つまり偽書と言われている旗野光輝の遺書もこの時の偽物である可能性があると？まあそもそもこの時に創作された偽物の伝説である可能性も否定できないがな。だとしたらよくこんな壮大な伝説を作り出したものだわ。本当にな。相当な暇人だったんだろう。埋蔵方法の記述もかなり専門的で、ちょっと歴史に詳しい程度で書ける内容ではないから。偽の伝説だったとしてもっと時代は古いようにも思うが、また昭和期にいきなり出てきた埋蔵金伝説と言われるが、埋蔵金研究で知られる畠山成功さんは、大正期にほぼ同じ内容と思われる書物と間接的に関わっているし、鈴木森次さんが記す三重県の旧家の家伝によれば、幕末に尊王派だった先祖が資金作りのために、資料の複写を行っても受けていたという。え？じゃあ三重旧家の家伝が本当ならもう昭和期偽装説はないんじゃ？まあだとしたらなぜ昭和期まで有名にならなかったのか甚だ疑問なんだが、もはや三重旧家に確かめることは無理そうだ。ただ畠山成功さんも大正期に伝説に関わっているし、昭和期の偽書説だけは否定できるかもな。あくまで昭和期だけなのね。しかしこれが一番大きな用語論になるが、秀吉は金満エピソードにこと書かないし、実はまだどこかに埋蔵金が埋められていたとして不思議ではない。雲をつかむような話だが、これが数多い秀吉埋蔵金伝説を生む理由だろうな。さあ前置きが長くなったが幾の銀山だな。実はこの伝説にも旗野三郎光輝が関わってくる。こっちの話も光輝が埋めたとされる秀吉の埋蔵金伝説なんだ。あら、光輝ってば働き者ね。ただ銀銅山でも埋蔵を指揮していたのに。ああ、なるほどそういう考え方もできるか。何の話？まあその話は後にしよう。1962年刊行の人物往来歴史読本の6月号にこんな記事がある。元は神戸新聞の記事のようだが、それによれば、桑村義和さんという男性がこの時幾の銀山の発掘許可を申請したという。桑村さんは昔山口県阿賀川町の薬局に勤めていた。阿賀川町はググっても出てこないんだが、岩国市に阿賀という地名があるらしい。桑村さんは同家、おそらくその薬局のことだな。ここで秀吉の埋蔵金埋蔵の古文書の写しを見たという。桑村さんによればその写しにはこうあった。慶長年間、秀吉が亡くなった頃だな。勘定奉行の旗野三郎光明は秀吉の命令によって大阪から民夫約70人を集めた。そして大阪城の軍用金3万両を幾野の市銀山の古坑堂に埋めた。秘密が漏れるのを恐れ民夫は全員殺害。付近に3万両寺を建てたという。あら、ただ銀銅山の伝説とそっくりね。光輝遺書の偽書だったのだろうか。記事では光輝ではなく光明となっているが、これは誤字なのか。この時の桑村さんは伝説に興味を持たなかったが、1950年に三菱金属幾野工業所に勤務を始めたのを機に、12年にわたって捜索を続けてきた。大阪の光輝遺書が新聞で紹介されて話題になったのは1949年頃らしいから。この話が本当ならもっと前のことと考えられそうだな。桑村さんは幾野工業所の採掘場近くの3万両ダニを探索していた。決して広くはないが、堅素な山が両側から迫っている場所だという。桑村さんは300メートルほど登った山腹で、畳1枚分ほどの大きさの岩盤によって蓋をされていた急坑を発見する。急坑は結構な広さだったようで、桑村さんはここが埋蔵場所として確信したようだ。なおここから20メートルほど登ると地元の人が寺床と呼ぶ台地があるという。ここには柱の台石に使ったと思われる古い石が散らばっており、苔むした石碑も立っているという。桑村さんはここが三万両寺の跡地だと考えていたらしい。なおこのエピソードについても鈴木森次さんは記している。鈴木さんによれば急行発見の発表後に桑村さんは消息を絶ってしまっているという。あら？どうしたのかしら？希望的観測で言えば埋蔵金を発見して蓄電したってところだな。ああ猫ババが一番儲かるのよね。なおこの三つ秋一緒、とここでは読んでおくか。これを見たのは桑村さんだけで、その存在自体はっきりしない。また幾野町教育委員会の広報によれば、
江戸期に鉱山採掘のための排水工事が実施されていたんだが、その際幕府から3万両の貸し付けが行われたという。確か江戸時代の方がよく採掘が進んでいたのよね。それもあったのだろうな。しかし工事は難航の末中止。資金は別の山で行われた排水工事に転用されたんだが、この宙に浮いたように見える3万両が埋蔵金伝説になったのではないか。そういう説もあるらしい。私は世間一般に秀吉の埋蔵金伝説が広まる少し前に、桑村さんが偽証を捕まされたのではないかと思っている。偽証がただ銀銅山を幾の銀山に書き換えたってわけか。ミツテルではなく、ミツアキなのもそれが理由かもしれないな。もし偽証でなく正真正銘本物だったとしたらそれはそれで面白いし。偽証だったとして今度はただ銀銅山説の昭和期偽証説を若干だが遠ざけることになる。どう転んでも兵庫県の埋蔵金伝説を盛り上げてくれるってことね。もちろん今回話したことが全部夢物語と相違ないことはわかっている。しかし秀吉だぜ。どこかで大金を埋めてたっておかしくないように思えるだろ。普通に考えたら埋蔵地はただ銀銅山と幾の銀山のどちらかになるが、霊夢の言う通り両方に分散して埋めた可能性もあるかもしれない。そう思うとやはり幾の銀山説はロマンがあるな。以上、幾の銀山の埋蔵金の紹介だったぜ。ここまで兵庫県にまつわる埋蔵金伝説を紹介してきたが、どうだった？まさかまだ旗のミツテルが関わっている伝説があったなんてね。本当にな。一度旗のミツテル単独の解説動画をしてみてもいいかもしれない。そして兵庫県は本当に県域全体に伝説があるのね。てっきり神戸市や西宮市とかあのあたりだけだと思っていたわ。ああ、実を言うとまだまだあるぜ。まあそれも別の機会にしよう。今日はここまでね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。